今シーズンの1冠目に向けて富樫勇樹、原修太、ジョン・ムーニー、アイラ・ブラウン、ゼイビア・クックス、スターター千葉ジェッツです。ジョン・ムーニーがティップオフを制して右から左に攻めていきます。ムーニーハイポストからもう一度富樫へ、ノースイッチでディフェンス対応してます。アイラ・ブラウン、はい、よく間をついてきました。はい、ゴージェッツコールも聞こえます。フープスドームです。金近蓮が入っています。さあ金近もペイントタッチ、そこからのフェイドウェイ、富樫もコートに戻っています。原修太、原も戻って、あ、ナイスパス、ナイスパスからムーンダンク一発目。富樫ショットクロック残り5秒、富樫ロングスリー、さあ素晴らしい、来ました。コートは残り2分、両チームともにボーナスに入っています。ゼビア、そしてアイラブラウン、一番この合わせがね、あの出だしからうまく出てますよ ね、そうですね、よくボールが回ってますよ、はい、いいですよ。さあ原からスキッパス、金近さあ来い、ドライブに切り替えて、アイラブラウン、はい、見合わせ落ち着いていました。こちらも金近選手のところは当然ね、スリーポイントをこうケアしてくるんですけども、はい、そこをうまくついたようなね、プレーではありました。そうですね、富樫の手にボールが渡りました。富樫のスリー決めてくる、それでも決めてくる富樫勇樹。前半3得点にとどまったレオン・ウィリアムス、ただ琉球戦では23点取ったゲームもありました。彼も後半乗せたくないところ、はい、原、ちょっとオジェヒョンのディフェンス、ノファル、そこからオーバック、ウォーニー、これも白いだ、当然避けたいところではありましたが、その後よく戻りました。そうですね、ここでクックス選手がしっかり対応してリバウンド取られたんですけれども、小川のスリー、きた、決めた、いいリズムで決めました小川聡、大きいですね。ベンチポイント、前半は金近の5得点だけ、小川が続きます、あー、スルー、これはイージーバスケット、小川の連続得点、後半にかけてやっぱインサイドでしっかり仕掛けてきてるんで、そうですね、この辺はちょっとアリウープ、そして富樫、ここチャンスに変えていきたいですよ。ノバク、クロスオーバーからカーセのスリー、素晴らしい、対応するのが難しかったんですけれども、これは一つその前クロスオーバーでチェウォンヒョクを手玉に取った富樫。9月9日のこの両チームのプレシーズンマッチでも非常に一人活躍を見せてよ、高橋のナイスカット、来た、ナイスでした、リバウンドゼビア、そして取り切りたい、ルーズボール飛び込んだ金近、ポゼッションはあっとスティール、持っていった富樫、決めた、最後決め切りました。全員が泥臭く、そして最後この富樫のスティールまでつなげました。まだ第4クォーター半分残っています。ムーニーリロケートして富樫、のスリー、来ましたよ中川さん、はい、来た富樫勇樹、球際のところでですね、はい、少し点がかからないように、富樫ドライブするからムーニーの合わせ、合わせです。また富樫が受けて、富樫にはチェ・ウォンヒョク、ムーニー、ーよく見てました。さあ千葉、こういったボールムーブメントも蘇ってきました。そのままさあ残り10秒、タイムアウト取りません。ノースリー、ノースリー、オジェヒョン、ノースリー、オジェヒョン、そしてウォーニーのロングスリー、ショートリバウンド、ムーニー、試合終了、千葉ジェッツ東アジアの頂点に、大接戦を制しました、72対69、まさに死闘、日韓のこの東アジアの頂点をめぐる決戦、Bリーグ代表する千葉ジェッツが制しました。見事優勝、そして優勝賞金100万ドルをつかみ取りました千葉ジェッツです。今シーズン1冠目、It's amazing. You know, these like Philippine fans were so amazing tonight. Thank you guys. This city, Cebu was amazing. This is my first time coming to this, you know, country. And this all nightI don't know how to explain it, but it was amazing. Congratulations, Yuki. US 100万ドル。いやー、すごい。Your 2024 East Asia Super League Final Four Champions, Chiba Jets! チャンネル登録して、グッドボタンよろしくお願いします。